皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もモンハンクロスやっていきたいと思います。こちらね、見えておりますでしょうか。暴れるやつと言ったらね、あの方でございます。目の前に早速いる。ちょっと待ってくれ。おったよ、おったけど、ちょっとホットドリンク的なものを飲ませていただけんかね。そう、あのイビルジョーさんでございます。こちらね、イビルジョー一匹ということで、氷塊でございます、場所はね。そしてね、ちょっとだけ待ってね、いつものやつやらせていただくから、まあ、いつも通りな感じでございます。ん？そしてこちらね、スタイルもストライカースタイルということでね、3つついております。そして発動スキルは、まあ、いつも通りでございますよ。ん？ボーン S 装備でね、なんらガンランスと関係ないスキルがたくさんついております。はい、ということでね、それでは私、ペイントの方ね、投げさせていただきましょう。当たんね。ちょっと待って、足元で当てよう。よし、当たった。よいしょ。よっしゃ、行くぜ。よし、当たったぜ。ビクンビクンということでね。今回もこちら、野良の方のお部屋にお邪魔しております。うん。そしてね、今回のこの、イビルジョーさんは、いた。イビルジョーさんは、上位のイビルジョーでございますよ。これ、貝とかにはいないよね、多分。いや、お守りをさ、お守り強化用にさ、本当はイビルジョーの爪も必要なんだよね。だけどまだ私ね、お金がなくてね、お守り買ってないんだよね。なのでね、ぜひともこう皆さん、お金が貯まりましたらショップの方でお守りを買っていただいてね、それを強化してね、ダブルお守りとかもできますよ。そしてね、今回初めて、今作初めてね、笛の方とこうでね、一緒の部屋に入っております。笛ってほんといないんだよね。うん、私今回初めてだな、笛の人に会ったの。よいしょい、行くぜ。さて、いやーガードしても結構ダメージが入るね。皆さん大丈夫でしょうか。粉塵飲みましょうか。私もありがとうと。いいよ、気にしなくていいよ。ここ大丈夫なんだ。オッケーオッケー。足元チクチク作戦かね。尻尾切るかな、それともイビルジョー。どこに行こう、迷うね。尻尾も結構高いからね。あぶれ、痛い。ちょっと跳ね飛ばされて半分以上ですわ。もうさ、飛躍飲んでこれ体力マックスまで回復しとこうか。うん、食事の効果が発動してるとは言ってもね、体力マックスじゃないんだよね。あ、防御力ダイも発動してくるか。いや、ありがてえ、ありがてえ、笛の方。スタミナこれね、減らないっていうのはね、非常に助かりますよ。使いたい放題だもんね。なんかバックステップ、サイドステップとかさ、なんかスタミナ、ああ、いいよいいよ、気にしないで。いいよいいよ。あと防具っていうか、ガードした時もね、耐震が来るね。よいしょい。よだれ垂らしてんな。早速私も防御力ダウンになっておりますが、オーバードライブ、ザワさんがね、オーバードライブしておるようです。オーバードライブってどういう意味なんだろうか。栄養力がね、全く私ないのであれなんですがね。まあイビルジョーは結構このガードと、まあ、サイドステップ、サイドにこうね、サッとサイドスライドかな、サイドにスライドするこのね、回避で大体の攻撃はね、回避できるんではないでしょうかね。あー、肉持ってくの忘れたな。なんかみんな肉持ってきてないよね、きっと。パターン流撃を溜まってんだよな。使いたいところだけど。よいしょい。あ、ナイス。顔が、1段階壊れたのかな ?1 段階っていいのかな。まだ傷ついてはないから、まだ行ってないってことだもんね。OKOK。結構このガンランスとイビルジョーっていうのは相性がいいかなと私はね、個人的に思いますが、どうでしょうか皆さん、イビルジョーは好きでしょうか。私はね、どちらかというと好きなモンスターのうちの一人なんですけど、いやー、私もね、結構イビルジョーはね、イニシの旅行とありがとう、シリーズとして結構勝ってるんでね、思い出深いですわ。うん、初めて見た時はね、無理じゃねーと思ったけど、あ、罠か。あ、ナイスナイス。私も早く行こう。あ、オッケーオッケー。ハヤトさんがね、罠を設置して、
かけてくれたのかな。あ、かけるよって言ったのかな。あ、罠後ろね。オッケー。あ、怒っちゃったね。さっき結構チャンスだったのにね。よいしょい。危ね危ね。さあ来い、さあ来い。ナイス。尻尾みんな切ってくれるかな。イグル・ジョーのこれ顔もねしっかり撮らせていただきたいな。よいしょ、耐震。いや耐震。よいしょ、ナイスナイス。いいよいいよ、みんないいよ。 やっとくれ。イグル・ジョーだいたい足元でやり合うことが多いんだよね。よいしょ。まあ足元結構安全なんだけどね、耐震を気をつければ。痛い、何かに当たった。怒っておりますね。あのイベルジョーのさらにねずっと怒ってるってやついたな。前作だったかな、 4G の時にねいた気がするんですけど、最強に怒ってるイベルジョーみたいな。あ、イカガードしてももう一回の尻尾でこれダメージ入るんだな。これ気をつけないといけないよみんな。まあ皆さんはきっとねそういうことをこう理解しているのではないでしょうか。そうか、あれ2回も当たるのか。次いけると思って攻撃いっちゃったけどね、当たってしまいました。私さあ顔も尻尾も壊れてないもんね。やりたいね。イビル城の先行って聞いたっけ。それ阻止できるんだよね。粉塵飲もうか。みんな大丈夫。 OK、 いいよいいよ、みんなやってくれ。先ほどやってくれ。アザン流撃を当たるか。いいぞ、いいライン。若干当たったっぽい、若干ね、うん、微妙なラインだった。痛い、飛ばされちゃった。いいよ、防御力アップしてくれるのはありがたいね。大体あのよだれでさ防御力ダウンしちゃうから、防御力台ついてくれるのは、ね、非常にありがたい、うん、いや笛の方ね一人いてくれるとだいぶ楽になりますよ。防御力上げてくれたり、スタミナをね上げてくれたりという感じでねアシストしてくれるので、私結構笛の方と一緒に入るの好きなんですけどね。まあ笛もなんかあのハンマーみたいな感じでドンキ扱いになるのかな。ドンキっていうのかな、うん。だからまあまあ頭ピョらせたりとかもまあ一応できるという話なんでね、うん。さて、そろそろ解いた方がいいのかな。よいしょよいしょ。さて、行きましょうかね。私が掘ってるのがねもろバレですが、最高最高最高。行くぜ。罠設置と、いいよ罠どんどん設置してくれ。今回ハヤトさんがね置いてくれるみたい。オーバードライブ釣ってるな誰か。オーバードライブ、あ、ハヤトさんそんなところに罠仕掛けてくれましたか。ありがとうございます。ということで、ちょっと安全なところで飛ばせていただいてと。ありがとうありがとう。みんなここで流撃を使うのちょっとあれだな。いけるかこれ。イエーイ、飛ばしちゃったかな誰か。なんか飛ばしたくさい気もしなくもないけど。よいしょい。顔も、あ、顔もこれで壊れたね。あと尻尾だよね。だけどね尻尾はね今回は笛と片手剣そして体剣だね、うん。片手剣で尻尾切るの大変なんだよね。ってなるとあとねやれる人っつったら私と体剣の人ぐらいなんだね。尻尾グッジョブグッジョブ、私もグッジョブさせていただこう。グッジョブ。さて、あ、ナイスダウン。いいよいいよ、ありがとう笛の方。体験の方もね尻尾ちょっと来ておりますね。私も切らせていただきましょうか。よいしょ。これがね芸術的センスが必要ですよ。尻尾は芸術的センス、私に芸術的センスがあるのかって言われるとあれだけど、でも尻尾はね結構頑張って狙わないと切れないよね。イビル状直線状かな、まっすぐこう抜いて方向を合わせて尻尾の方に切らないとなかなか難しいんではないでしょうかね。まあ皆さんがねどういうスタイルでこう切っているかはちょっと定かではないんですが、
えた、いいよ飛ばしてくれても尻尾切ってくれ、頼む、私と共に尻尾切ろうではないか。しびれ罠とかだったらね尻尾を切りやすいんだけど、まあ今怒ってるからねちょっとこれ取りにくいよね。いや段差があるときは効かないんだねこの煙。よいしょっと、いやこれ高すぎて届かんわ、それはそれはさすがにちょっと届かない、もうちょっと下に来てくれんかね、どうかな、よいしょ、うん尻尾切りたいんだけどな、こけさせてくれんかな誰か、足元チクチクみたいで、よいしょ、移動か、ピルレンレンレンとこう楽しそうな音楽になっております。可愛い声だね。あ、イニシェの竜骨、イニシェの竜骨非常にありがたい、最高最高、今回イニシェの竜骨2個も手に入ったな、これはうまいぞ、オーバードライブという感じでね、さあ行こうか、プルルンルンルンという感じでね楽しそうな音楽が流れております。みんな大丈夫か、みんなみんな死にそうやぞ、これ足傷ってるわ、いけんじゃねえかこれ、いけるよね、尻尾を切る前にこういっちゃいそう、あライトクリスタル、やべやべやべ、こっち来るかな、逃げるか、あやっぱ逃げるか、まあそうだろうね、そして私はケチケチとこう採取もしております。いいね、どうすんだろうこれ、捕獲かな倒すかな、まあ倒すでいく感じかな、じゃあ行こうか、さてさて、あ上で休んでるのこれ、まあいいよ上でも、上行く、あ降りてきたし、よいしょ、いい、あ上登る、じゃあ上行く、上みんなで上行く、どうする、よいしょよいしょと、降りてきそうなんだけどね、イブル城やっぱ降りるよね、これどういう戦いや、降りてはこう下に行って、あ逃げちゃった、えじゃあさここの上のやつちょっと取っていいかな、ほんとがめついよね、これがめついプレイだよね、頑張っておりますよ、あーこれ欲しかったんよ、ありがとう、これ生産じゃなかったっけ、違うよね、あ生産でございました、うん何でもない、最高、気を取り直して最高、一緒にね行くか、グッジョブと、何があったんだろうか、あ尻尾が切れたんだ、いやほんとごめんなさい、私がなんか採取してる間に尻尾も切っていただいて、きっと体験の方でしょうね、オラオラオラとね、ハヤトさんがね乗っております、ナイスですと、私もグッジョブさせていただこう、グッジョブ、じゃあもうイブル城をあとまあやるだけよね、オッケーオッケー、やるぜ、よいしょい、終わった、ブラストダッシュをねかまわした時に終わりました、お疲れ様でございます、はいお疲れ様でしたと、いやいやよかったよかった、いや今回イビル城ね、まあまあダメージは大きかったけど、まあやっぱガンランツの強みのねこのガードがねだいぶ効きましたね、あーこれ欲しかったやつだ、ちょっとホットドリンク捨てちゃおうか、さああとは鍵爪みたいなのね2つ欲しいんだよね、あのお守り用のさ強化としてね、うん、さあそして私はこれまたねホリホリ部隊としてホリホリさせていただく、これねどうしようかな、薬草、よしよし、ノバクリスタルそれ欲しい、ノバクリスタル欲しい、骨いらん、よしよしよし、かわ、あったったった、いいぞまだいけるか、古びたお守りがクソ、アイテムいっぱいでございました、はいということでね、熱い戦いでございましたいや最後のこの1分間もね無駄にしない、それがね良きハンターではないでしょうかね、うん、今回結構採取してたからなちょっとあれだったなまあいいか、いやまあまあ素材の方はね結構手に入りました、いや皆さんありがとうございます、鍵爪もう一個手に入ったな、いやこれでよかった、お守り強化もできるわ、うん、
お金貯めてお守りも買ってこようかなという感じでね、今回イビル城1匹、なんとかね討伐することができました。かぎ爪が、あ、よかったよかった、4つだね。うん、はい、ということでこれからもモンハンクロスどんどんやっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。